フィップルは、ティンホイッスルやリコーダーのような木管楽器に共通して存在する、歌口部分の構成部材の一つで、ウィンドウェイを形成する。ウィンドウェイは、吹き込んだ空気の狭い通り道を形成し、尖った歯に、息ビームを導くことにより、エアーリードを振動させる。フィップルという語句は、爪線を意味し、厳密には、ウィンドウェイを形成する、主に木製のブロックを指す。 フィップルフルートは、言い換えれば、横吹きでなく縦吹きのフルートということができる。リコーダーの頭部断面図、フィップルウィンドウェイラビウムリコーダーの頭部断面図で、示している、フィップルは、奏者の息が、ウィンドウェイに沿うように空気の流れを制約する。から出た息は、硬い刃のようなエッジに導かれ、筒長に応じた、低材波とエアーリードの振動が共鳴を起こすことで、音が鳴る。 このようなウィンドウェイを有する楽器の特徴としては、エッジにあたる息の流れが固定されることから、フルートのように奏者が自らのアンブジュアによってエアリードを形成する必要がなく、初心者でも容易に安定的な音を鳴らすことができる。一般的に歌口部分のボアの内径は、楽器チューブのボアの内径の1、32であり、多くの場合、長方形もしくは平らなひし形の断面をしている。 フィップルフルートには長い歴史があり、リーズ市博物館には鉄器時代に羊の骨で作られたものの例がある。エルイ・マクロウは現存する、最も古いホイッスルは12世紀に遡ると記しているが、フィードンの奏者についても3世紀にまで遡る、ブレオン・ホーデンのアイルランド王の記述の中で言及されているとも記している。スコットランド博物館に所蔵されている、 トゥスクルムホイッスルは全長14センチメートル、真鍮、または正度性で6つの男を持っている楽器であり、14世紀や15世紀の陶器と共に発見された。リコーダーは14世紀あるいは15世紀に発展したと考えられているが、これには議論がある。ほとんどの場合その根拠となるのは絵画における楽器の描写である。現存する初期のリコーダーは、 1940年にオランダのドルドレヒの城の堀から発見された。これは15世紀初頭のものであるとされている。マカリック・ハット・ギャザー。ありがとうございます。